そろそろメイン商品いってもいいですか。あのここまで全部前座なんですけど、ちょっとメインいっていいですか。あの俺あれですよ、ここまで選んでちゃんと前座からやってるんで、あの本当にワクワクするやつ持ってきました。リズモ、リズモですね。地球にやってきた不思議な生き物、探し物は愛と音楽とダンスです。歌を聴かせたり話しかけたりして、お世話をしてたくさん遊んであげると進化します。進化したリズモは、一緒に歌やダンスで遊んでくれると。めちゃくちゃワクワクしない？超ワクワクする。これをおすすめしてきたやつはさ、一体何者なの？あのリズモ語で書いてるんですけど、あのクイックプレイガイドですね。これリズモ語なんで分かりにくいかもしれないですけど、顔こわ、顔こわ。死ぬほど怖いです。今恐怖を覚えてます。とりあえずクイックプレイガイドを開けてみましょう。頭のタッチボタンを押したり揺らしたり。頭のタッチボタンとか言うなよ。タッチボタンどこだ。あった。目赤くなった。わかる。目赤くなった。ウィンウィン言ってる。あ、緑になった。これ緑になったら仲良くなれたサインだよ。黄色の時は音のご飯、歌や声をモノマネしてくれるそうです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。リズモ君おはよう。すごい天才じゃんお前。 Amazon プライムなら1ヶ月サブスク無料。ほらリズモ君も Amazon プライムなら1ヶ月サブスク無料って言ってるよ。青は縦や横に揺らすと楽器のような音が鳴るよ。おならみたいな音になるよねリズモ君。オレンジは右や左に転がすとメロディーを口ずさむよ。これ何？俺何してんの今？こう紫の時は揺すると寝るらしいです。こうやって。おっぱい飲むか。おっぱい飲むか。死んだわ。完全に死にました。リズモ君死亡です。進化ポイントがマックスになったら目が3色に光って進化が始まるよ。うんちブリブリブリムストーン。ブリブリブリムストーン。いっぱい音鳴るよ。すごい。次行きますか。おお、おい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 、国産白桃、桃 50% 桃果汁入り飲料。桃のジュースはこれ嫁が喜びますね。これ冷やします。もうちょっとでかいのあった。瓶ガラス陶器って書いてる。ちょっと待って、なんか間違えてるかも。全部一緒やねんけど中身。これ何？うわ、アップルタイザープレミアムスパークリングアップルジュース。めちゃくちゃうまそうじゃない。アップルタイザー、ね、美味しそうだね。あ、これね、リンゴの匂いがします。意外とこれ想像するの難しいかもしれないですけど、こ、深何深い。リンゴの皮臭い。やや臭い。じゃあいただきます。これは洋食、洋食の飯中に食ったらうまいかも。ものによるけど、うまいけど、なかなかこれだけ飲むんじゃないな。こういう味の酒あるわ。あんま、いや、甘いよ、普通に甘い。ちょっとなんかこのでかい段ボールの中身これだけっていうショックがちょっと今。こんだけクソでかい段ボール開けてこんだけっていう。正直ね、ちょっと飲み物やめてほしいね。俺お腹タップタップやわ今。これ何かわかる？お中元感以上。六花亭マルセイバターサンド、マルセイバターサンドや。これ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 。これ見たことあるよなこれ。うわー、開けたらバターの匂いやべー。いただきます。
まこれレーズンかな。まうめ、甘い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 、これが甘いという感じなのか。甘ったるくなりそうなところをレーズンがしっかり止めてて、いくらでも食えますよ。むちゃくちゃうまい。甘いっていう味の衝撃で頭が消し飛びそう。今医薬品出てきました。粉のユンケル、カフェインが入ってないらしい。粉とかあんだな、ユンケル。まあ別にさすがにこれをじゃあ早速飲んでみますか。うん、効いてきた。詐欺やろ、こんなすっかい。いうわけでこのクソでかい箱いきます。このクソでかい箱、あのあれっ す、あの座れる収納、折りたたみ収納ベンチ。こういうのってよく見るけど買わんよな。まあなんやかんやね、こうやってさ毎月もう3ヶ月目になりますけど、アマゾンアマゾンアマゾンって言って使わないものとかをしまっておきたい。これ収納として使わせてもらいます。ありがとうございます。いやね、実はですよ、1個だけあらかじめ冷やしておいたものがあるんです。キンキンに冷えてます。キンキンに冷やしておきましたよ。これ鴨肉、バッチコリ冷えてます。これね、焼いていこう。しかも3つあるぞ、鴨肉が。ちなみに米を炊く用の鍋も買ってで、ここで食うよ、ここで。なあ、ちゃんとゴール用意してるわけ。カムリク、これいきます。と見せかけて、もう一個冷やして、ちゃんと今食うもんがあります。これ送ってくれた人ね、ありがとうございます。かなり大好物です。プレスバターサンド。みんな今までありがとう。プレスバターサンドで死ぬと思う。てか俺のこと殺しに来てるよね、こんだけバター送ってくるって。でもプレスバターサンド俺一回食ったことあるんだけど、ガチでうまかったの覚えてんの。これいきます、プレスバターサンドいきます。うわぁぁ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 うまぁぁぁぁぁうまい。なんだこれ、やばい。めちゃくちゃうまい。あの時食ったプレスバターサンドの味がします。もうさ、そのカロリーうんぬんって言ってるやつって、お前もう一生葉っぱだけ食っとけよマジで野菜はうめえから食うんだよマジで。一生葉っぱ食っとけよ。野菜はうめえから食うんだよ。やべえ、なんだこれ。今日は最後これですね。これがおじじの背骨です。結構ね、かかとから全部骨やってきたんですけど、こっからここは背骨ですね。おじじの背骨ですとか言っててないけど、これ何。いや、でかくて重っ。グリーンスクリーン。わぉ、すげえ。すごっ。すごくね。すごいじゃん。今の世の中ってこんなに簡単にグリーンバッグ作れるの、びっくりしたんだけど。すごっ。終わりなんだけど、めっちゃ簡単やん。これすごっ。あ、どうも、あの YouTube クリエイターのカセンです。早速抜いてみます。あ、どうも、あのハワイからやってますけど、日本のみんな元気っすか。俺ハワイから配信してるんですけど、日本結構元気っすか。こんな完璧に抜けるもんな。でも本当はあんまりグリーンバックって意味なくて、実はグリーンバックってあんまり意味なくて、本当にそんな綺麗に抜いてなんか意味あんのかなって。グリーンバック使うやつはバカ。頭いい人ってグリーンバックって使わないんですよ。本当にフランス行くんですよね。グリーンバック使わなくていいもんだって。フランス行ったらだってグリーンバック使わなくていいじゃないですか。ちょっと待ってね、今俺あの配信者としてゴールするから、ちょっと待っていい？おいっす。やってる？いや、めっちゃ綺麗抜けんだな、グリーンバックって。すごくない？ほら、マキシマム、マキシマム越しにみんなのコメント見るんだ、こうやってなんか今までのグリーンバックって三脚みたいなやつを両端に立てて棒吊るして、そこに布垂らすみたいな、何シワ入ったりするじゃん布って。スクリーンで上に上げてるからさ、シワ入らないんよ。マジですげえ、めちゃくちゃ感動してる。ちなみに俺今河川感動中。うーん、チュン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 、プリ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 ピー。元気だわ。
自分、まあ一応ゼータディビジョンっていうチームにいるんですけど、そのゼータディビジョンってスポンサーがついてて、スポンサーからこう、スポンサー様からこうなんかいろいろ提供してもらうみたいなことがあるんですけど、この前初めて家に来まして、それがまあ今度言うんですけど、なぜかこれが同梱されてたんですけど、誰ですかね、めちゃめちゃ怖いんですけど、全然知らない、なんか怖い顔の人が、ちょ誰ですかね、全然わかんないですけど、入ってたんで来てます。ちょ外には出れないんで、会社着いてからこういそいそと着替えましたね、うん、よし。でもね、3つぐらいある、頭からくだらねえわ、もうなんだと思うこれ、素晴らしい本当にこんだけ大層なこの段ボールの箱使っといて、マジで爪楊枝しか入ってなかった。なんだこれ、お出たこれ違うわごめん、俺普通に会社で必要なもん届いてたどこだっけ、富士通のスキャナーごめん、これ全然関係ない会社に届いた書類を社員に共有したいんですけど、結構ちゃんなんかコピー機とか使うのだるくて、これをここにピーって入れたらスキャンできるはず。なんだこれ。いや意味わからん。ゴミかと思った。俺これ緩衝材かと思って今捨てようと思ったらさ、なんか硬えなと思って、なんだろうと思ったらさ、シルバニアファミリー入っててんけど、なんで？なんでシルバニアファミリーのさ、しかもこのメイプル猫の双子ちゃんなん。お前シルバニアファミリーの家にしてくれよ、せめて。なんでメイプル猫の双子ちゃんの。俺シルバニアファミリー初めてかも所有するの。いや柔らかい、いや思ったより硬い、ちょっと待って、肌触り柔らかいんだけど思ったより硬いんだな、シルバニアファミリーって。これアイちゃんにあげようかな、アイちゃんシルバニアファミリーとか好きなんかなこれ子供が遊ぶやつやんな、シルバニアファミリーってマキシマムかけてくわお前マキシマム最強じゃねえかよアイちゃん食べようとし、アイちゃん、あいちゃん食べようとしないで、これ違うから、これ食べたらしちゃダメだから。お食い物来た、キャラメルワッフルボックス。またまたコレステロールのおじさんかよ、またコレステロールのおじさんでしょこれ。お蜂蜜の匂いする、蜂蜜じゃないな、キャラメルだわ、濃いめのキャラメル。あーもう持った瞬間にわかるぜ、これ結構しっとり系だろ、パサパサパキパキとかじゃなくて。いただきます。甘い甘い、しっとり。これあれだわ、キャラメル。生地はねかなりワッフルに近いです、だいぶワッフル寄りでキャラメルの味がしますね。あと甘い、まあ確かにな、これは飲み物との組み合わせが一番大事だと思う、これ単体というよりかは。ちなみに何も言わんと食ってるけど、クソうまいです何も考えずにやってるけど、クソうまいですこれ、カロリーとんでもないです、以上カロリーとんでもなかったですおい、ちょ真逆のもん届いたわ創業明治19年ごま油の老舗九鬼、九鬼って読むか、ごま油山七九鬼純正ごま油、めっちゃうまそうじゃねこれ、このごま油。うわー、それじゃあ早速、ちょっと待って、開けてないのにもうごま油の匂いしたこれ怖くない？俺いつもやねんけどさ、このピッてやるタイプのやつさ、怖くない？普通になんかピッて飛んできそうやんこれ。わぁこれキャベツにこれかけて食いたいですね、塩と。絶対うまい、これ絶対うまいわ。ごま油って何？ごま絞ってんの？これごまの成分、これなんかに使おう。いいよ、海底新国語辞典の金庫ですねダイヤル式辞書型金庫ここにここになんかこう大事なものを入れてこう置いとくとバレないらしいシジバニアファミリーと中爪楊枝入れとくわ、これで泥棒が来てもシルバニアファミリーがパクられることはない。
最後はね、ちょっとなんか楽しそうなもんですよ、これ。これ、めっちゃうまそう。フルーツチンポ。フルーツチンポってさ、これ何なの？シロップにつけてるって感じ？硬い！めちゃくちゃ硬い！何これ？XK の顔ビシャビシャになるかもしれない。一歩間違ったら XK の顔ビシャビシャになるかもしれない。ちょっと待って、え？指へこんだけど。まあこれ、ほら見て、中指曲がったって。中指骨折してない俺これ。曲がってるって。え？マジで開かない。ビクともしない。コンクリートみてえだ。蓋をホールドしてビンを回す。あ、はいはいはい。この、こっちをホールドして、蓋回すんじゃなくて、こっちをホールドして、ビンを回す。一緒ガリーラ来てくれ。あの手術する前に、俺のフルーツチンポを開けてからにしてくれ。こんにちは。蓋温めた？蓋温めた？まちゃお、これ。おいと。信じられん。蓋ハーハーしたら開いた。蓋ハーハーしたら開いてんけど。お前開けてくれたんか？もしかして。じゃあこれ早速食いますか。わあ、桃とパイナップルと、あ、キウイ食べたい。キウイ食べよう。死ぬほど柔らかくなってる。フォーク刺さり放題。いただきまーす。うん。まあまあやな。まあまあやな。うん。みかんとパイナップルうまいわ。え、桃入ってない？俺何食ったん？なんかこの桃変な味すんなと思ったら桃じゃなかった。グレープフルーツかな？よくわからない味がします。なんか高そう。入ってるフルーツは、パイナップル、キウイ、ルビーグレープフルーツ、リンゴ、マンゴー、オレンジ。あんまり好きじゃない。いやね、これで終わりなんですけど、発表があって。ほんで、この発表を、俺がこれ発表すると、様々なところからツイートされるっていう予定になってるんですけど、まあ俺がだいたい7時ぐらいですかねって言って、今7時36分なんで、俺がこんなバカみたいなことしてんのをずっとこのツイートする人たちはいつ言うんだろうと思って配信見てんのかと思うとめちゃくちゃ面白いですね。もうちょっと粘ろうかな、もう言わずに。これ俺明日の朝までこうやってたら、その人明日の朝までエンター押すの待つのかな。うちって電影ラボって言うんですけど、ゼータディビジョンと電影とボルトルームで服が出ますと。見て、おい、作ってもらったぞ。電影ゼータボルトルームの三すくみシャツ。おりゃー、どう、ボルトルームくんが電影カラーになってます。上にはガイズネバーラフ、笑わない男たち、ボルトルームとゼータと電影、しかも黒いのもある。こっち好き。どう、めっちゃ良くない？これついに電影がここまで来ましたよ。めっちゃ良くない？これ色違うのないよ。これを売るかはし分からないらしい。売らないらしい。売るか売らないか分からんらしい。これ普通に作ったっていうだけ。やるとかじゃ、あげるとかじゃ、何言ってんの？あげるとか売るとかじゃないよ、これ。これできたっていう。なんかみんな欲しそうだったら売るかもみたいなこと言ってた。みんな欲しそうだったら売るかもみたいな。高いよ、お前ボルトルームってめちゃくちゃ生地いいからな。ボルトルームの服って。ツイートされたんじゃね？多分、土井さんと、西原さんが多分、俺がこれいつ出すのかずっと待ってた。